ジョニー・プラシドは、パリ近郊のモンフェルメイユ出身のサッカー選手。リーグ・ドゥ・バスティア所属。ポジションはゴールキーパー。ハイチにルーツを持つ。2000年に、ルアーブル AC の下部組織に入団した。2008年にトップチームに昇格し、2009年4月26日のグルノーブル戦でデビューした。2013年1月、スタッドランスに移籍した。2016年、 EA ギャンガンに移籍した。2017年8月31日、オールダムアスレティック AFC に2年契約で移籍した。U-23 配置代表として、2008年の北京オリンピック北中米カリブ海予選に出場した。同年11月には U-21 フランス代表の新チームのメンバーとして初招集を受けた。 2011年11月11日、2014FIFA ワールドカップ北、中米カリブ海予選アンティングアバーブーダ代表戦で、ハイチ代表デビューした。ハイチ代表、ハイチサッカー、チームプロフィール、リザルツ、フィクスチャーズ、スクワット、スタティスティックス、グローバル、スポーツアーカイブ、テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。 h t t p s コロンススララッッシシュュ g l o b a l s p o r t s a r c h i v c o m コンペティションサッカーカリビアンカップマイナス -2012 アンティグアバーブだ319040カリビアンカップ2014リザルツフィクスチャーズテーブルズ &stats グローバルスポーツアーカイブテンプレートサイトウェブの呼び出しエラー 引数アクセスデートは必須です。ジャマイカ V 配置、16のオーベンバー2014。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー。引数アクセスデートは必須です。ありがとうございます。